第38回世界遺産委員会は2014年6月15日から25日の間、カタールのドーハにあるカタールナショナルコンベンションセンターで開催された。アラブ諸国での開催はマラケシュでの第23回世界遺産委員会以来であり、西アジアでの開催は初である。文化遺産21件、自然遺産4件、複合遺産1件の計26件が 新規登録された結果、世界遺産リスト登録物件の総数は1007件となった。公式に1000件目と発表された、世界遺産はオカバンゴデルタである。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は、正式登録された物件。 英語名とフランス語名は諮問機関の韓国文書に基づいており登録時に名称が変更された場合にはその名称を説明文中で太字で示してある。適用基準は登録された物件のみ示す。第38回世界遺産委員会の審議で新規に世界遺産保有国となったのはミャンマーのみである。その一方、2014年5月にバハマが 世界遺産条約定約国に加わったため、定約191カ国のうち、世界遺産を保有していない国の数は30カ国で、前年と変化はない。3件の名称変更が申請され、認められた。ありがとうございます。